スクロール座って立って今はすぐ上手お尻に噛みついてるブルドーグ明日は何があるのフルコースいつ向くボールジャッジ MCU です。本日はですね、渋谷ロフトさんで開催されているセガ&ゲームスグロリアスポップアップストア異世界おじさんにお邪魔しております。早速ですね、中の方行ってみたいと思います。レッツゴー。ということでね、早速まず入り口の方から紹介していきたいと思います。ここにまず異世界おじさんのキャラクターのこれステッカー、おじさん B、エルフ、まあいろいろこう並んでるわけですけども、これは缶バッジセット3種類ですね。3つ入ってて、でここ気になるんですけど、アクリルマスコットが入ってる、これ何が出るかわからないスタイルね。これ1回500円ですね。コンプリートしたい人もいると思うんでね、ぜひ。でこっちに来ると、これはアクリルキーホルダー、これファンタシースターモチーフですかね。この絵の感じ、横の感じとかもね。そしてここにはクリアファイルがあります。エイリアンソルジャー、まあエイリアンソルジャー選ぶ異世界おじさんもすごいんですけども、でこのメガドライブのパッケージ、差し替えスタイルみたいな。そして隣には大ヒット作ゴールデンアックスと異世界おじさんのコラボクリアファイル。こちらでね、いろいろな種類を挟んでほしいですね。でこちらですね、さっき言ったあのアクリルキーホルダーの T シャツ、これめちゃめちゃ可愛くないですか。これサイズは SMLXL が、このファンタシースターモチーフっていうのを見た時にやっぱ上がる人は絶対これ着たいんじゃないでしょうかね、セガファンであれば。そしてこちらにも T シャツいっぱいありますよ。これ主要のキャラクターを、あの、格闘系みたいな感じでオリジナルのデザインですね。世界おじさんのキャラクター、まあ、格ゲーモチーフ風。隣にはやっぱセガといえばソニック、エッグマンドカンとありますね。これも青と黒、下にもソニック映ってますね。グロリアスっぽいデザインでなかなかいい感じでございますね。でこれ何、メガドライブのロゴと異世界おじさん、伊藤聖光さんの CM の広告をそのままおじさんで再現しました。なるほど、伊藤聖光さんをおじさんに。あ、これだ、これ、これもうね、メガドライブといえばね、最初の CM に起用されてた伊藤聖光さん、あのサウンドショック、ビジュアルショックってあの例の CM ですけど、サウンドショック、ビジュアルショック、言葉のショックでこの場を楽、それが今令和の時代になって異世界おじさんに差し替えられた T シャツが出てる。これはやばいね、着づらいんだか着やすいんだか分かんないスタイルですね。やっぱ黒の方がメガドライブ感ある。で裏は結構さっぱりな感じで着やすい感じだけど、着やすいかな、もうセガファンならね。でここら辺やっぱセガ関係の T シャツが、あーこれはすごい、アレックスギルドのね、セガといえばアレックスキッドなんでね。でクレイジータクシーだったり、ストロシティ筐体の T シャツだったり、まあ、ゲームクスグロリアスでね、まあ、おなじみのラインナップもありつつ、そしてこれね、 MCU かけるセガサウンドコレクション、これ僕とセガさんがゲームスグロリアスとコラボして1枚の CD にまとめたっていう CD ですね。しかもこれジャケット、あの、まあ、天外魔境でおなじみの絵師辻野さんが描いてくれたジャケットになりますね。だから辻野さんがセガのキャラクター描くっていう時点でもなかなかレアもんです。ぜひね、聞いたことない人は聞いてほしいなと。それが発売された時に出たグッズ、ファンタジーゾーンのオパオパのキャップ、これ全部ねきちっと刺繍されてんですね。これタイトル画面のファンタジーゾーンのロゴですね。で正面はもちろんオパオパ、めちゃめちゃ細かく作られている。そしてゲームスドリアスのロゴ、こっちはおなじみのゲームスグロリアスのソックス、16ビットメガドライブ、そしてドリキャスだったりね。でこれさっき T シャツでも紹介したアレックスキッドの、まあ、キレーターポーチ、これここにとこからぶら下げるのかな。いきなりの戦
てスクロール始めるフルコー I love rice ball 掲げてナイスボール揺れるワイルドだったり今ステッカーねゲイングランドだったりテンゴだったりこのスペハリゴールデンアックスだったり元がきちんとしているちゃんとこれをよくやったなっていうねもう好きな人にはたまらないシールなんじゃないでしょうかで新作がこのゲームスグロリアスコラボなのかな、ね、で何これゲームギアソニックですゲームギアのソニックのアクリルキーホルダーこれもいいじゃないですかこちらもアクリルセハガのアクリルキーホルダーでこちら新しい商品じゃないですかそうですまずエイリアンソルジャーっていうところでドシブすぎなんですけれども異世界おじさん、まあ、つながりがあるエイリアンソルジャーのアクリルスタンドアメゴミ風のおもちゃのパッケージスタイルをしてるっていうかまた見にくいですねでこれクリアファイルなんですけれども当時のソニックザ・ヘッジホッグのチラシを元に作った、まあ、まんまかなそれをクリアファイルに落とし込んだっていうねこれすごいねでこれ異世界おじさんアクリルスタンド5種類でこちらになんとメガドライブそしてセガサターンこれ使用できるのかな今のね異世界おじさんを見てこのセガのゲームとか気になった人がここで初めて実機に触れられるっていう多分今のメガドライブとセガサターンとか触ったこともない人多いと思うんでこれはめちゃめちゃ嬉しいシステムなんじゃないでしょうかということでですね、まあ、一通り回ってきたんですけれども皆さん気になった商品いっぱいあると思うんですけれどもここで作った本人ゲームスグロリアスのジャックからですねおすすめ商品はどんなものなのかちょっとお聞きしたいなと思いますよしおすすめ商品ですこちらのアクスターアメコミ風のクリルフィギュアですこちらの実物はここ飾ってますので、うん、あこれ実物だそうですよ主要キャラクターのドット絵をアクスターを作りましたパッケージを飾ってもいいしパッケージから取ってアクスターとして飾ってもいいと思いますともちろん MCU かけるセガのサウンドコレクションポスターもちゃんと飾ってますのでやったかっこいいですありがとうございます個人的の一押しはやっぱりこれですね。ゲームスグロリアスしか作らないものです。許可を出したセガさんに感謝いたします。ありがとうございます。ちゃんと許可取ってますね。そうです。あとこちらの MA18 なんですけど、こちらも実は一作しか使用されてないものなんですよ。旧ジャレコ、今お世話になってるシティコネクションさんの数字パイ。しか使用されてないんですよ、ね、そうスーチーパイで MA18 って初めて見たかも、まあ、お世話になってるシティコネクションさんのゲームです12月発売です、ね、そちらもぜひお願いします、はい、これいつつければいいんですかこのバッジ難しいですねデートするときかな、はいまあ、あとスーチーパイのイベントはありますのでみんなこれをつけてシティコネクションさんのスーチーパイイベントに参加すればまあシティコネクションさんも喜ぶと思います喜ぶですね、ソニックですね、うん、ドット絵の主人公のおじさんとソニックの共演がやっぱり一番おすすめです、ね、おじさんがソニック大好きなのでもうぜひ T シャツでも共演させたいなと思いますなるほどねまあもちろんあと個人的にもちろんこれです先ほど MCU さんにも紹介したんですけど当時土星子さんの CM をそのまま再現したので画像をググればわかるんですけど当時の広告の背景もちょうどこの色なのでああそうかだから黄色をつけたんですよ、ね、なるほどねだけど伊藤聖子さんこんな笑顔じゃなかったよねじゃないですもうピッとしてたよねそうですきっとおじさんも当時伊藤聖子さんのことも大好きだと思うだろうね30年に経って伊藤聖子さんの真似をしてるおじさんですはい、ということでですね渋谷ロフトで開催されているセガそしてゲームスグロリアスポップアップショップに来てみましたこちら11月の30日まで、開催されてるみたいなんでぜひ気になった方はチェックしてほしいなと思います、ということで私もそろそろ異世界の方に戻りたいと思います MC でしたおじゃ